ちなみに僕これの曲の早口のバース自分で一番気に入ってる早口です。今日私はね、こちらを買わせていただきます。これなんすか？ふとアディダスのスケシュー。スケシューですね。なるほど。だから SB とかもまあスケシューや。はい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 。ここ行かんすね。かっこいいね。これが96年ですね。この緑しか持ってなくて。へー。え、これは95年の靴なの？96年。で、新品で、あの、須田さん入ったやったから、買います。新品で。これ高いんじゃないですか、結構。いや、もう。あ、でも、ジュニアさんが持ってる緑は高い。緑は持ってる。緑いくらするんですか？そんなでも仕入れてるっすよ。3、4万とかさ。からって感じじゃないですかね。いや、でも高いっすよ。状態。うん、いや、もうこれを久々に履きたくて。スケシューを。やっぱスケーターっすもんね、ジュニアかなと思うと。もうこれでも履いてるやついないっすよね。いやいないっすね、この状態で新品は変態やろ。そうっすね、だいぶ変態っすね。これもこの写真やばい。これ全部ジュニアくんの靴やから。すごいな。いや、写真も俺撮ってる。あ、そうなんすか。これジュニアくんの写真やばない。俺写真撮ってる。あのツリーのやつやばいっすよね。あ、なんか外人に使われて賞取ったんすよね。優勝したやつ。マルチスリーでしょ。何でしたっけ、レッドスパイダーキックスのインスタグラムもチェックしてください。あとスニーカーのチャンネルもありますもんね。まあそうやな、うん、それもチェックしてください。久々買ったわ、アディダス。いや、そうっすよね、アディダスのイメージないっすもん。ジュニア君アディダス久々買ったな。よう、これ残ってたっすね。はい。このミラーすごいな。これ衣装、これ前も見れますから。あの、これドライブレコーダーになってるんですよ。あ、そうなんや。はい、振動とかあったら勝手に録画してくれたりで、線一本で、ごちゃごちゃしてないんでこれにしました。いや、でもこの車すごいな。いいっすな。はい、お気に入りっす。この名前書いてたろ。実はそれだけやめてもらってさ、リクって。いやいや、本名本名なんよ。やばいや。で、これ次どこ行くの？なんかドライブスルーでもしません？ドライブスルーして事務所戻りましょうか。ドライブスルーか。なんかマクドとか好きそうなイメージあるんですけど。いや、俺もう今食うてないな、マクド。なんですか、体にやっぱ気使って。え、体にやっぱ気使ってってことですもんね、それは。いや、体に気使ってっていうか、今はもう、あの、やめてんねん。そういう。あ、もうジャンクフード。ケミカルフード。ケミカルフード。うん。はい、じゃあ僕もやめましょうかね。いいよ、全然。あ、まさか。行って、見といたるわ。見といたるわ、やばいっすね。食うとこ。マジっすか。うん。まあでも、そうっすね。全然いいよ、マクド行ってもらって。でもドライブスルー、どこ行けるかな。マクドがない、なくない？そうっすよね、うん、まあまあ今度でもいいですよ、それはね。なんか先輩の前で自分だけ食うのもちょっと足玉がだよって感じなんで。この前食うてたで。え、あの打ち合わせの時、あのアポロだけ飯食うてた。そうっすね、食うのを待ってもらってましたもんね、うん、申し訳ないです。ジュニア君といえばっていう曲かけたいんですけどね、 iTunes にないんですよね。あの、あんまり配信してないですもんね、そういう。そうやね、現場でかける曲ね。ちょっとじゃあこの辺をかけてもいいですか。こんな男を叩くのもジュニアカーパの分析あるほど赤く染まるほど目の前の底から世界へと突き落とされ
ちなみに僕これの曲の早口のバース自分で一番気に入ってる早口です。いつもどこでもやったら答えは現場で百戦錬磨の振り切りメイト頭ですヘイターレッドスパイダー子供の頃から描いたものならはみ出す外側響かす言霊今に見とけ破壊止めるここからがスパイダースパイダーライティトフレスパイプロップいやこれめちゃくちゃ気に入ってんすよ早口。まあ俺もようかけてんで。あマジっすか、うん、そうっすね。よく現場でかけてくれてるっすね、うん、いつもあれっすか制作する時とかってやっぱ現場でかけれるようにっていうのを意識するんですかジュニア君は。まあそうやな、レッドスパイダー名義の時はそれ多いな。ああそうっすよね。現場でかけれるかなみたいな。ああイメトレめっちゃするから。はい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 、そうっすよね。僕らもだからイケイケとか書くときめっちゃ意識しますもん。こうジュニア君がかけてるのじゃないとかけてくれへんなっていうのあるんで。あ絶対、うん、だからミディアムとかもやりたいねんけど、はいはい、難しいですよね。俺の時間帯も結構さ、うん、もうなんかわっしょいしなかみたいな、うん、そうっすね感じやん、うん、確かに。でワンマンとかやったらワンマンとかやったらかけれねんけど、あとやっぱミディアムでかけるって言ったらやっぱ慎吾さんかけてるイメージありますね。めっちゃ慎吾くんがやっぱ多いか、うん、多いと思います。だからもうアポロのミディアムとか持ってるけど、はい、あんまかけるタイミングない。そうっすよね。でやっぱこうそれぐらいえぐったワードないとあかんなと思いますもん自分自身。えだから慎吾くんも、うん、ほんまに最後とかにしかかけない。あそうっすね。なかなかこうあの一発目とかさ、はい、ヘビーすぎてさ、はいはいはい、なんかなかなか難しいというか、うんうんうん、その現場とかでもやっぱこう最初ジャマイカ人かけてみたいな、うん、こう日本人かけるみたいなのあるじゃないですか、うん、流れが。なんかあるんですかここまで来たら日本人行こうとか、なんかこの切り替わるタイミングのなんかポイントみたいなって。俺いつもイベントの時、はい、なんちゅうの、フロアよう行ってるやろ出番前。行ってます行ってますとか見てきてとかね。あので、はい、客層見て、うんうんうん、で大体決めんねん選曲、はい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 、その日に、はい、で1曲目大体無言でかけんねんけどさ。あそう結構なんか無言で、はい、いやかけてあれようやるな思いますもん俺いつも見ててあれで見んねん、うん、あ様子をそのうわーってなったら、うん、変な話何でもいけるなって、はあはあはあ、なんでここでシーンとしててやってみろよっていう感じやったらちょっと やらなあかんなみたいな。そうそうそう、ちょっとこうひねったことしながらみたいな。あ結構だからそれで見てやる。なるほど。なんかイメージなんかこうなんていうんですかね、かまさなあかんってジュニア君が思ってる時ほどめちゃくちゃ口悪になってるっすねいつも。意識してるんですか。先生そうやと思う。あのやっぱり何ちゅうかな、俺のこと知らん人が多い時はかまさなあかんや、うんうんうん、俺のこと知ってる人が多い時はさ、うん、別にそんな口悪くなくても、うんうん、もう知ってくれてるから、うん、普段の感じでできねえけど、うんうん、知らん人の時って、うん、どうやったら嫌われるかなとか考える。ああなるほど、逆にっすか。そうへえ、じゃないと覚えてくれへんというか、はあはあはあ、こいつなんやねんと。そうまず鳴らすだからそのツボは分からんやん、はい、なんちゅう好きになるツボってみんなそれぞれあるからさ、うん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 、その好きになるツボは分からんけど、はい、嫌いになるツボって大体一緒。あまあ確かに確かに、そうですね、こいつ偉そうとかさ、はいはいはい、口悪いとか、はいはいはい、でもそれをむちゃくちゃ活用してとりあえず覚えさすっていう。なるほど、覚えますもん一発でジュニア君は。そうほんまでもこう行きますよね MC で、そこ行くんやみたいな、 VIP 席のやつキモいねんとか言わん言わんみたいな、そんなん言わんみたいな、めちゃくちゃ落としてくれてるのに。まあなそこも行くからやっぱすごいなっていう。だから好きになった人はめちゃくちゃ好きになるっすよねジュニア君の。そうやな、なんかスタイル的にすごいなって。でも俺ほんまなんかそういう VIP とかめちゃくちゃディスるやん、はい、うらーみたいな言うて、うん、終わった後にちょ怒られるかなと思う時あんねんけど一、はい、回だからどっかあの大きいビッグイベントのビップディスり倒してたら、はい、そこのまあちょっと
変な話、ビッグマンが、はい、そのイベントを仕切ってるビッグマンが、はい、俺に会いたいみたいな、俺怒られんのかなって思ってはいはい、はい、でまあちょっと、まあねうん、あの行ったら、うん、いやもう最高やったみたいになって逆に気に入られるっていう、そうそうそう、なるほど、とかはある。いやすごいな。だ嫌いになる人はめっちゃ嫌いになるけど、あそうですね、あのそれこそだから大阪城ホールで俺ワンマンやってるやん、はいはいはい、あの時もあのいたら共同で、はい、あそのイベンターに俺やりたいっつったら、はい、いやどうすかねみたいな感じで、うんうんうん、あのまあ一応聞いてみますみたいな感じで、はい、でまあその時ってまあそんな誰やねんって感じやからさ、うん、断られて、はい、2回断られて俺大阪城ホール、でミンミがワンマンかなんかやってる時に、はい、あの初めやってみたいなんで、うんうんうん、俺アーリーみたいな、アーリーじゃないけど、はい、まあそのミミのショーの前ちょっとやるみたいなんで、はいはいはい、やって、はい、その時に大阪城ホールの一番偉いさんみたいなのがおって、はいはいはい、で俺を見て、はい、でこの人めっちゃおもろいやんみたいになって、で次行けて、それで行けたんすか。うわすごいいいパターン、そうですね、それはそうなんや、断られてたんです、ね、2回断られてる、でプレーを見てもらって見ておもろいやんけど、そう、うこの人やばいみたいな感じになって、すごい、そういうの結構多いね。なるほど。いやそれでもジュニア君やからこそやな。でもそれはもう賭けやで、嫌われる時もあるし、それこそだって何箇所かやっぱ俺敵になってるからさえもう武道館は武道館も登録お願いします。